アクティブさん、はい。みなか、ここちょっとベガシティの、日産のね、展示場前の広場の、壇上になります。ってことで、今日からちょっと、明日の、朝日杯フューティリティステークス G1 ってことで、発送時刻ですね。15時40分になります。うん。で、明日の15時40分から、こちらのメンバーになるんですけど、もうこれは2歳の、2歳のオープンってことで、まあ、このちょっと秋から走り始めた、本格的に走り始めた若い馬の、要するに、まあ、頂上決戦になります。うん。で、一番人気が、前走のデイリー杯で、快勝したジャンタルマンタルが一番人気で、まあ、重賞勝ち組ですね。重賞勝ち馬が、ジャンタルマンタルが一番人気かな、デイリー杯2歳ステークス。そして、2番人気がシトラス。この2頭が、要するに単勝1番人気、2番人気で。で、続いて、ダノンマ、キンリー、コロバルツと続いてます。なので、まあ、どっちかっていうことですが、話す。まあ、ちょっと2、3分になるので、まあ、聞いてほしいんですけど、そうですね、まあ、前走の勝ちからして、まあ、17番の、シトラスっていう馬がもう圧倒的、はい。もう圧倒的に強いだろうというふうに見てます。で、やめて、まだまだ。あれで、圧倒的に20までで強い。そして、2番人気、そうですね。で、私はですね、まあ、ダノン、ルメール中、騎乗のダノン系が結構マイル路線強いので、まあ、これを対抗で、そうですね。で、復帰初戦のエコロバルス。これも前走のコスモス賞強かったエコロバルスが3番人気。っていう、感じです。まあね、こちらがですね、まあ1番人気、2番人気、3番人気あるんですけど、まあこういう感じでシトラウス、で、ダノン・マッキンリー、で、エコロバルスという順でね、まあレースはちょっと動いて、うん。ってことで、まあ、ちょっともうすぐ終わりますがね。はい。まあ、まあ、これで、まあ、大体ですね。まあ、他はですね、明日のですね、12月17日のですね、まあ、競馬実況の方で、ちょっと、展開ね、最終的な、解明を、皆さんに、ね、ご提示させていただこうというふうに思います。まあ、明日はもう、シトラウスが勝つと、うん、まあ、外国人でジョッキーが、結構ワンツー決めるんじゃないかなって見てます。はい。